アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和5年9月18日、場所は神戸王子スタジアムにて、2023X3 リーグ第1節の1試合となります。リードエフォートエールズ対琉球ガーディアンライオンズの一戦がまもなく行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。本日の神戸六甲王子スタジアム、幾分か雲が漂っておりますが、しかし好天に恵まれております。しかしここ数日にあります、非常に猛暑に近い9月とは思えない非常に高温多湿な状況にあり、この天候が果たして両チームどちらに優位に働くか、その点も注目となる一戦となりました。この配信は X2 ウエスト全6チーム、X3 ウエスト全13チーム、計19チームによります合同企画として行われている配信になっております。画面上に映し出されました様々な企業様、そして個人様の融資、そしてご記者によりまして、この配信は成り立っております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。同じく同様にこの企画にご同意いただけます方々は、この配信の YouTube 概要欄にその申し込みとなるショッピングカートの URL がございます。そちらの方にもしよろしければご協力をお願い申し上げます。さあ、今期の X3 は非常に大きな変革を迎える形になりました。来期 X リーグはそのリーグ編成を X1、X2、X3 全てにおいて大きく変革するシーズンという形になっておりますが、その影響もありまして、今シーズン X3 は2ブロック13チーム、X1 は1ブロック6チームによる編成にウエストはなっておりますが、来季大きくそれが変わります。 X2 は2ブロック10チーム、 X3 は1ブロック7チームという編成になります。従いまして X3 のチームは今シーズン上位3チームに入りましたら自動的に X2 に昇格できるというビッグイヤーとなりました。このチャンスを果たして生かすことができるのは果たしてどのチームとなるか、注目の一戦となります。審判団フィールドに入りまして、まもなく試合開始のコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが、本日はホームチーム扱いとなります、カラーネイビーのユニフォームを渡っておりますリードエフォートエールズ。奥側に陣取りますのが、本日はホワイトをまとっている琉球ガーディアンライオンズです。ともにこの数年間で新規に参戦した2チームのその新鋭同士の勝負ということでもあります。また先ほど申し上げました昇格争いにおいても、ともに非常に近寄った位置に今シーズンあります。リードエフォートエールズは昨シーズン、立て直しの期間となりましたが3位という形に終わりました。琉球ガーディアンライオンズは参戦初戦ということもありまして4位という形に終わっております。つまり昇格レースにおきまして、そのボーダーラインとなります両チームがこの一戦にその最初の白星をかける形になります。コイントスの結果、琉球ガーディアンライオンズキックオフ、リードエフォートエールズリターンで試合が始まります。
この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チーム凄まじい激を飛ばしまして、これより試合開始に備えます。まずは琉球ガーディアンライオンズのキックオフによって試合が始まります。キックオフを務めますキッカーは琉球ガーディアンライオンズ50番高見沢。宮古島シー放送立ち上げた主要メンバーですが、ここで X リーグ参戦という形になっております。琉球失礼しました、エールズはリターナーに21番1枚を配置しました。リターナー21番は東浦。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなりました。キックオフのボールがエンドゾーンに入る場合はタッチバックと判定され、攻撃権は相手側に移り、相手チーム自陣25ヤードからの攻撃という形に変わります。まずは琉球、その高見沢のキック力を生かしリターンを避ける形にした模様です。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはエールズの攻撃、エールズ自陣25ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずトラブルが発生しました。エールズ最初のプレーでセンターからのダイレクトエクスチェンジの際にボールのスナップが乱れて、クォーターバックボールを後逸、なんとか自ら抑えておりますが大きくロスする形になっております。ボールを持った選手が倒れた地点を攻撃1回としますので、先ほどのプレー11ヤードロスという形になります。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。琉球失礼しました、エールズ自陣14ヤードからセカンドダウン21。さあここでスクリーンパスを投じました。スクリーンパスはロングパスと見せかけて手前にいるランニングバックに投げ、ランニングバックがブロッカーを使って走るキャッチアンドランのプレーです。これによってランニングバックの走力で状況打開をまず図りまして、しかしまだ10ヤード以上の距離を残しております。エールズ3回目の攻撃に入ります。先ほどのキャリアは21番の東浦でした。エールズサードダウン13、ボールオン自陣22ヤード。パス成功。さあこの判定はどうか。攻撃権更新、ファースト。エールズこの厳しい状況、クォーターバックワイドレシーバー87番にパス。攻撃が1回できるだけ後方より開始点より後方からできる前パスを87番に決めまして攻撃権更新です。エールズまず最初のピンチをくぐり抜けまして攻撃権をリセットしました。見事これをキャッチしましたのはエールズ87番の福山。さあ攻撃権をリセットしまして、エールズ自陣36ヤードからファーストダウン10。さあかわしてるぞ、ナイスラン、ファーストラン。
ここでランプレーを投入しましたのは、先ほどもキャッチアンドラン決めましたワイドランニングバックの21番、左オープンを迂回して相手ディフェンスをすり抜けてそのまま一気にロングゲイン、ワンプレーで攻撃権更新果たしまして、エールズファースター。まず最初のシリーズ、21番の東浦がその快速を飛ばしております。エールズ相手陣に入りまして、相手陣39ヤードからファーストダウン10。さあまだ貸しているぞ、タッチダウン。ここでエールズはランプレーを投入しました。ランニングバック34番、相手タックル飛び交う中、それを見事なステップワークで振り放棄、そのまま右サイドラインを駆け上がってエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。先ほどのプレーの際にディフェンス側にオフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入するという反則がありました。しかしこの反則をエールズは取らず、先ほどのプレーを有効としました。従いましてタッチダウン成立です。リードフォートエールズ6点先制となりました。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライ4ポイントに挑みます。キックフォーメーションを取りました。キッカーは24番の小林。ここでスナップミラルホルダーがボールをホールドできませんでした。結果的にプレー失敗となります。6点止まり。リードエフォートエールズ6点、琉球ガーディアンライオンズ0点。まずエールズが見事なラン攻撃でタッチダウンを上げる形に成功しました。序盤最初のプレーで、スナップミスによる大きな厳しい状況を強いてしまいましたが、しかしそれを見事自力で取り返し、そのまま勢いに乗りまして一気にエンドゾーンを落とし入れました。エールズの若々しく、そして素晴らしい攻撃がまず光った最初のシリーズでした。さあ今度はそのエールズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして、得点を上げた側のキックオフで試合再開です。従いまして失点をした側が次の攻撃を得やすい状況になります。さあこの権利を琉球は生かして、この状況を反撃になるでしょうか。このキックは外へ出まして反則という形になります。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームは5ヤード下がって蹴り直すか、出た位置から5ヤード前進した時点の攻撃を得るか、あるいは30ヤードのペナルティとして自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選ぶことが可能ですが、さあ果たしてどのような選択をするでしょうか。キックオフのアウトルバウンリードで5ヤードのペナルティでキックをやり直します。琉球は5ヤード下げてのキックオフを選択しました。早速チャット内のメッセージありがとうございます。アガリエ様、琉球頑張って。町田浩二様、琉球66番頑張れというメッセージ、琉球ガーディアンライオンズのメッセージが多く届いております。エールズの皆様もぜひ忌憚なく応援メッセージをお願い申し上げます。さあ琉球リターンに入った。さあスピードによって左オープンに展開し、自陣35ヤード付近の攻撃を得ております。この位置から琉球の攻撃に変わります。さあ琉球はここからまずこの試合最初のシリーズ、今季最初のオフェンスシリーズを展開することになります。エールズはその権利を見事タッチダウンに結びつけましたが、琉球は果たしてどうでしょうか。
ボールオン自陣35ヤードの位置にセットされました。琉球ガーディアンライオンズファーストダウン10。パス成功。まず琉球もパスプレーから入ります。左に展開したワイドレシーバー11番にパスを通しまして、約5ヤードのゲインとして4ヤードのゲインとしています。パスを投じましたのはクォーターバック7番の藤原、取りましたワイドレシーバー11番は富代です。今度は中央へのランプレー。ランパスを織り交ぜる形でバランスよく攻撃を展開します。託されましたキャリア33番は中本、関西大学出身のプレイヤー。関西大学が日本一を遂げました。その メンバーの一人です。同期そして同じ当時のメンバーとしてはお隣福岡サンズの代表であり監督であるキッカーパンターの吉野選手が有名なところで現在も活躍しております。まずここでウォーターブレイクが入っております。アメリカンフットボールはその当日の天候及び気候の判断によりまして、審判団がクォーターの半分でタイムアウトを取ることがあります。この試合は9月中旬ではありますが、気温が非常に高く8月並みの気候ということもありまして、熱中症対策として審判団タイムアウトを取りました。アングラケネビー様、琉球50番頑張れというメッセージ、これも励みになると思います。あ、先ほどご紹介させていただきました高見沢選手を指していると思います。おそらくは宮古島シーホース時代からの応援している方だと思われます。遠方地より駆けつけておりますこの琉球ガーディアンライオンズ、その挑戦を非常に好意的に取り、支援している応援の方々のメッセージが熱く届いております。さあこの声に応えることができるでしょうか。ボールオンは自陣43ヤード琉球サーダウン2。これはエイズナイスディフェンス。この2ヤードランプレーで突破を図ろうとしました琉球。しかしこれをエールズ8番がもう9番が猛チャージしまして、このランプレー阻止しています。素晴らしいタックルをしましたのはエールズ9番の梅本。さあ琉球フォースダウン最後の攻撃権になります。ここでフォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄となります。しかしこのキック力により陣地挽回を図ります。さあエールズリターンに入る。ナイスリターン。エールズリターナー18番、このパントをキャッチしまして相手のディフェンス殺到する中、見事なステップワークで自陣40ヤード付近の攻撃位置を確保しました。素晴らしいリターン決めましたのは、エールズ18番の加本です。さあ攻撃が変わりまして今度は琉球ガーディアンライオンズの攻撃となります。ボールオンは自陣42ヤードにセットされました。リードイフォートエルズファスター。カフェロ様、道楽屋一社様、熱中症にお気をつけくださいというメッセージありがとうございます。本日もかなり厳しい高温でありますが、なんとかお伝えしたいと思います。
ナイスラン、ファースター。その最初のプレー、エールズは本日好調の21番にボールを託しました。スピードによって右オープン展開しまして、ワンプレーで攻撃権更新としています。リードフォードエールズファースター。21番東浦、非常に快調な走りを見せております。さあこれになんとか琉球ディフェンス対応したい。エールズ相手陣46ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック1番下がりまして、ワイドレシーバー18番にパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーよくパス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元の地に戻され攻撃権を1つ失います。従いましてエールズセカンドダウン2回目の攻撃に入ります。エールズ相手陣46ヤードからセカンドダウン10。今度はクォーターバックのランプレー。先ほどからの好調なオープンのランプレーをフェイクにしまして自ら中央突破をしました。クォーターバック4番素晴らしい突進によりまして9ヤードゲインとしています。見事な判断で自らの総力によって陣地挽回を図りましたのはクォーターバック4番の信弘。エールズサーダウン残り1ヤードありません。インチ。さあ再び QB のランプレー。ディフェンス殺到しましたが判定はどうでしょう。見事攻撃権更新です。エールズファスター。プレーのタイミング若干乱れましたがクォーターバック自らの総力でこの1ヤード突破しました。エールズクォーターバック4番信弘素晴らしい判断でした。エールズファスター。エールズ相手陣35ヤードの位置に入りました。この位置からファーストダウン点の攻撃に入ります。さあ振り切った、タッチダウン。さあしかしイエローフラグが出ております。この判定を待ちましょう。審判団から黄色いウエスが飛ばされますとイエローフラグ反則を発生を意味します。このプレーの際に果たしてどの段階で反則がありまして、それがどちらの反則となるでしょうか。審判団の判定をお待ちください。先ほどのプレーは琉球のオフサイドの反則でした。ボールが動く前に相手側に侵入していました。しかしエールズはこれを取りません。プレー有効とし先ほどのプレーのタッチダウンを有効としました。従いましてリードフォードエールズ6点追加となりまして現在12点獲得となっています。エールズトライフォーポイント。キック成功、1点追加。今度はキッカー小林、見事これを決めまして1点を加えております。リードエフォートエールズ13点、琉球ガーディアンライオンズ0点。エールズがそのスピードに乗った攻撃で着々とその得点を積み重ねていっております。さあ最初の攻撃シリーズ、この第1クォーター試合を主導権握っておりますのはリードエフォートエールズとなっている模様です。スピードに乗ってその相手ディフェンスを振り切る凄みを見せております。
琉球なんとかこれに対応し状況を五分に持ち直したいところですが、さあここで得られます攻撃権をどのように生かすことになるでしょうか。エールズのキックオフ、さあリターンに入ります。果敢にも中央突破を図りましたが、自陣25ヤード地点の攻撃位置を得ています。琉球リターナーの29番は中村でした。カフェオレ様、琉球への応援メッセージありがとうございます。選手にその意が伝わりますよう、できる限り私も実況の方でお伝えしていきたいと思います。さあ琉球自陣24ヤードからのファーストダウン10、さあしかしエールズもここは立ちはだかる。まずドロープレー、パスに見せかけたランプレーで33番の中央突破を図りましたが、しかしこれはエールズ見事対応しノーゲインとしています。琉球セカンドダウンに変わります。琉球セカンドダウン10、ボールオン自陣24ヤード。パス成功。クォーターバック7番、中へ切れ込んできたワイドレシーバー9番にパス。9番、ディフェンスカバーありながら見事キャッチして約8ヤードほど、9ヤードのゲインとしています。果敢なパスを投じましたクォーターバック7番は藤原。取りましたワイドレシーバー9番は篠宮です。琉球自陣34ヤードからサードダウン残り1ヤード、さあ中央でのプレー、ディフェンス立ちはだかりました。見事に攻撃権更新です。琉球ガーディアンズファースター、この1ヤードを力で突破を図りまして琉球見事攻撃権更新としています。琉球ファースター、ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりましてリードイフォートエールズ13点、琉球ガーディアンライオンズ0点、両者方向を入れ替えまして第2クォーターに移ります。